今すぐ使える新潟弁。今すぐ使える新潟弁は、新潟放送がメディアミックスによって展開している、新潟弁を題材にしたコンテンツの総称である。今すぐ使える新潟弁講座は、2004年4月2日に放送を開始した新潟放送のラジオ番組、金ラジ内で産声を上げた。メインパーソナリティの近藤竹康、同志アナウンサーは、 新潟市多くの中心市街地である小町の出身で、かねてから年々使われなくなりつつある新潟弁に再びスポットを当てたいと構想を練り続け、番組開始にあたって企画を立案した。ラジオの語学講座のように新潟弁の用法や語法をコミカルに紹介するスタイルが話題を呼んで一気に人気コーナーに成長。あとにテレビ番組イブニング王国。でも、 素晴らしき新潟弁のタイトルでコーナー化され特別番組も放送された。金ラジは2007年3月に終了したが今すぐ使える新潟弁講座は変わって翌4月に放送を開始した近藤竹康の独占。ご機嫌アワーの日替わりコンテンツご機嫌新潟弁アワーの1コーナーとしてリニューアルされ2008年4月からは新潟弁アワー月曜日の新 今すぐ使える新潟弁講座卿も新潟弁でナイスデーとして放送を継続している。2005年同社のラジオ制作部はこの新潟弁講座の CD 化を立案。当初は新潟県内で限定発売する方向だったが CD 化する以上は全国発売主体としてより大規模なプロジェクトとして展開することになった。大手レコード各社と交渉を進め。 右与曲折の結果、トクマジャパンコミュニケーションズからのリリースが決定。同年12月7日に第一弾として文法編と日常生活編の2枚がリリースされた。いずれも日常生活の中で使われる新潟弁を替え歌やダンスミュージック、コントなども交えてわかりやすく解説している。BSN では CD 発売にあたって先行予約を行ったところ即日完売。 全国でも発売1ヶ月間で計2万枚をセールスするなど、このジャンルにおいては異例の大ヒットを記録した。2006年12月6日には第二弾としてラブラブ編と結婚、出産編の2枚をリリース。またしても計2万枚をセールスするヒットを記録、オリコンにもチャートインし、新潟県内のあるレコードショップでは同月の月間売上ランキングで2位と6位に、 ランクインし、さらに翌月には、第1弾にも波及して4作すべてが、トップ10入りしたという。2011年6月29日には、約4年半ぶりとなる、第3弾として、ニューススポーツと、スティーブとジェーンのラジオな1日の2枚をリリースした。BSN ラジオでは、イオン、新潟南ショッピングセンターや、新潟ふるさと村などで発売キャンペーンを行った。 BSN では2007年5月、携帯電話の着歌でも新潟弁コンテンツの配信を開始した。当初は au 向けのみで、人気キャラクターのサスさん、山本さんのバージョンを配信。さらに7月からは、スティーブと JA2 種類を加えて、経営4種類を配信して、人気を呼び、その後、ソフトバンクモバイルと NTT ドコモでも配信を開始した。 2008年11月3日にはソフトウェア化第2弾として今すぐ使える新潟弁スペシャル DVD、DVD が新潟県内限定でリリースされている。なお、各コンテンツでレクチャーしている新潟弁は新潟市の旧市域、主に中央区で使われているものが中心となっており、市内、県内の他地域において使われる方言とは異なる場合ある。 山本さんが丸出しで喋る新潟弁の後に近藤アナウンサーが繰り返す解説、標準語とのギャップが面白く、そこから人気が沸騰したと思われる。いわばラジオ英会話と似たような組み立てになっている。当時、金ラジでパーソナリティを務めていた近藤、佐野の両名をはじめ、BSN のアナウンサーが多数出演している。CD に登場する外国人カップル、 スティーブとジェーンはそれぞれ近藤と佐野が演じている。なお、サスさん、佐藤さん、スティーブのキャラクター設定については近藤を竹康主なキャラクターを別途参照。前述の CDDVD をはじめ、現在も BSN の各番組で新潟弁講師を務めているのは山本さんという中年の女性である。山本さんは 19XX 年3月3日。 新潟市沼水、塗ったり、玄土市中央区及び、東区の生まれで、新潟弁、特に沼水弁の母語話者である。料理が趣味で、郷土料理ののっぺや酒料理を得意とする。人情の厚さが伝わる、情緒的な口調は、典型的な、新潟の、母ちゃんを想起させる。しかし厳重なプライバシー保護を行っていることから、詳細なプロフィールは、すべて謎に包まれており、 フルネームすら不明で、家族構成も、夫と二人の子供がいることが分かっているだけでや、BSN のテレビ番組やスポット CM、公式ウェブサイトでも似顔絵と人形の姿が出て、いるだけで、真の姿は、謎のままである。テレビ、イブニング王国の公開放送に出演する際も、かっぽう着姿女性が、イラストの面を着用し、ナレーションに合わせて、 見振り手振りで出演者と会話を交わしている。またラジオでもご機嫌アワーの新潟弁クイズ等に何度か生出演している。この際にも山田香織、和田智子の両パーソナリティから山本さんの人形が可愛いなどと話題を振られるたびに、あれが俺らねっかね。あれが俺らてば。あれイコール人形が私じゃないすか。あれが私ですってば。と、堅タなに存在を否定し続けている。 BSN にも、山本さんに会いたいという当初がしばしば寄せられているという、山本さんの正体については、現在も謎に包まれている。ただ、山本さんは録音での出演がほとんどで、また前日の、新潟弁クイズに生放送で出演する際には、自らの出題とジングルの音出しと、タイミングが合わないことが非常に多く、この点から、放送業界にはあまり精通していない面が、 うかがいしれる。なお、ごきげんアワーの、新、今すぐ使える新潟弁講座日も新潟弁で、ナイスデー。で講師を務める番内校は、山本さんの姿に関して、山本さんはイラストラとか人形らとかばっかでなくて、ちゃんと写真もあるんですよと意味深長な発言をしている。しかし近藤は、山本さんを常々、ただのおばさんと評しており、また2009年7月14日放送の、 ご機嫌アワーに急遽出演した際には、舌でコーヒー飲んでましたて、と話すなど、謎は、ますます深まっている。2015年4月以降は、旅に出るを理由に BSN ラジオに出演しなくなった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。